現在トップの浦ですが、今日は大分トリニータと対戦を行います。 J リーグのディビジョン1です。まあ、連戦連戦で非常にこう疲れた感はあるんですが、まあ、その中でしっかりとその成績を残してきました。まあ、そういった意味では、まあ、非常にこの期待感があふれるというそういったレースになります。さあ、このゲームは解説がおなじみ新藤克義さん、リポーターがリアド・ジエラ、今日上野明でお伝えしてまいります。新藤さん、はい、当然疲れはあると思うんです。あると思いますよ。その中でしっかり結果を出してますね。出してますね。相手に押し込まれるようなシーンも当然疲れの中から出てくるんですけれども、はい、耐える場面とそれからいよいよチャンスというその目を読んで、攻撃に仕掛ける部分とね、本当にゲームを読めるようになりましたね。ですからまだまだ発展途上と言われながらも、その中でしっかりと力はつけてきてますよね。つけてきてると思います。まあ、そういった意味ではアジアを制するというこの大きな目標もありますし、当然それと同時にこの J リーグを制するという大きな目標がありますから、はい、まあ、しっかり手の中に入れてほしいですね。そうですね、本当に期待してます。そうですね、ご覧のようなサポーターもいっぱいです。その中でこれからそのゲームが行われます。レッズそして大分の一戦です。駒場スタジアムは2時半現在気温が24度5分です。湿度が 39%、まあ、もちろん晴れです。まあ、そういった意味ではなんか秋らしいそういった気象になっていますが、まあ、新藤さん、はい、暑かったり寒かったり。そうですね、まあ、今シーズン本当にその気温の差も激しかったですし ね、はい、ですよね。体調管理は難しかったと思うんですけど ね、はい、 で、 ねでもやっと爽やか な、はい、なんか秋がやってきたなという気がします。見る方もいいです ね、 ですね、この方がね、はい、さあ、まず順位の方をですね確認をしておきたいと思います。もちろんレッズがトップです。まあ、これ昨日現在です。6日現在したがってガンバはすでに勝っていますから、今勝ち点で3の差です。まあ、ですから、まあ、勝ち星で言えば1勝3になります。当然今日レッズが勝てばまた2勝差6の差になります。で、鹿島、清水、柏レイソル、新潟、岩田、横浜、そして千葉になっています。まあ、これが、まあ、上位陣ということになります。そして下位の方ですが、 FC 東京、川崎、そして名古屋、神戸、その下10位に今大分があります。まあ、そして広島、甲府、大宮、横浜 FC という、まあ、こういった順位になりますが、まあ、もちろんまだ残っていますから順位はどうなるか分かりませんが、ただ、まあ、横浜 FC、大宮ルディージャ、ヴァンフォーレ甲府、この辺が、ね、一つそのプレーオフ圏内になるわけですから。そうなんですね、オートマチックな降格があるわけですから、はい、大事ですね、これからがね。はい、でも今日のトリニータも、はい、そのレワを出したわけじゃないんで、必死になってきますよ。そうですよね。はい、さあ、そしてこの両チームなんですが、浦和レッズそして大分トリニータ、まあ、ここまでの戦績ちょっとご紹介いたしましょう。レッズが18勝7分け2敗です。大分は今8勝5分けの14敗です。で、最近の5試合を取ればレッズが、まあ、大宮に1つ23節負けていますが、まあ、この1敗だけ。そして大分の方はあのガンバ戦もこれ実は最後の最後に1点を失ったという、ロスタイムだったんですが、そうですよね、決して悪いゲームではないんですよね。はい、なかなかねタレントも揃ってますからね、うまくあの噛み合えば、本当に面白いチームだと思うんですよ。ですから今日も当然レッズから言えば侮れないということなんですよね。はい、さあ、そして今度はメンバーの方も簡単にご紹介しましょう。まず浦和レッズのメンバーになります。まあ、キーパーは続きになります。まあ、そして今日は阿部、トゥーリオ、ネネというこのミニサイドから3バックになります。まあ、そして鈴木啓太、長谷部、ボランチ、右の永井が入ります。左日中はポンテトップ下で、ワシントン、田中達也というこの2トップになりますが、まあ、ひょっとして4バックになる可能性もあるという話も聞いてますが、まあ、これはおいおいご紹介をしていきたいと思います。まあ、とりあえずあの休ませる人は休ませるという感じでしょうかね。山田つぼいがそうですよね。あのエンゲルスコーチとも話しましたけれども、今はそういううまく選手たちのコンディションも考えながら、使っていくというのが大事だということを言ってましたね。ある意味では、まあ、当然ヨーロッパでありますが、はい、ターンオーバーということもありますよね。はい、そうですね、まだね日本ではそのターンオーバーの考え方というのは、なかなかないんですけれども、今のレッズはそれをうまく使っていくべき時期に来ていると思います。そうでしょうね。はい、さあ、一方の大分トリニータメンバーです。キーパー下川です。そしてディフェンダー右から深谷、森重、上本です。そしてエジミウソン、ホベルトのこのボランチ、右に藤田、左が鈴木慎吾です。そしてトップ下梅崎で、山崎、高松というこの2トップになりますが、まあ、こちらもやはり、ホベルト、エジミウソンが途中からになりますが、まあ、しっかりボランチを構えていますし、まあ、それからの鈴木慎吾が浦和ユースの出身ですから、まあ、ここはあのいわゆる以前は本拠地ですからね。はい、そうですね、気持ちは当然入ってきますよね。プレーも、ね、魅力がありますしね。はい、で、前線に高松という、ターゲットもあるんで、まあ、梅崎が絡むと怖いですよね。ですよね。はい、まあ、梅崎もグルノーブでのやっぱりこのプレー経験が大きな財産になってますね。なってるでしょうね。まあ、そういった意味では、まあ、もちろんこの高松が中心になりますが、その両サイドからのクロスがどういうふうに出てくるか、まあ、この辺がこう見どころということになりそうです。
ということで、まあ、とにかくですね、レッズそして大分というおそらくまあいいゲームだと思うんですが、まあ、レッズもとにかく勝ち点3を、まあ、1つずつ、まあ、取っていきたいということになります。レッズそして大分の一戦、まもなく選手が入ってまいります。まあ、この駒場スタジアムはレッズのゲームはあの神戸戦が6月の20日でした、第16節、まあ、それ以来ということになります。まあ、以前からもちろんこのレッズの聖地と言われたこの場所ですから、やっぱこうレッズの選手の思い入れももちろんありますし、なんかこう我々もですね、新藤さん、はい、なんかやっぱこう違った感触があるんですよ。そうなんですよね、駒場っていうのはね、はい、ここからスタートしたという思いもね、当然あるんで、はい、ですよね、だから今日も見てて、はい、いい雰囲気でね、うん、やっぱりここは我々の心の中にはしっかりと刻み込まれている場所ですよね。あのいろんなドラマがここで実は生まれてるんですよね。そうなんですよ、もちろんオジェク監督もそうでした、はい、まあ、そういった意味ではやっぱりこうなんか末氏というそういった気持ちをおそらく選手もみんな持っているはずです。さあ、そして今選手が並んでいます。ご覧のようにキャプテンマーク黄色いこの腕章ですが、まあ、スリーケーター今日はつけています。いつもですと山田なんですが今日は控えですからね、はい、そして今子どもたちもその大分の方に移動しますが、そして各選手に一輪の花を手渡してそれぞれ去っていきます。まあ、子どもたちも当然ですが、まあ、いい思い出を作るということですね。いい思い出でしょうね、はい、あのこういうのは絶対必要ですよね。いります。僕はもう本当に子どもたちをこういう環境の中で育っていく、子どもたちに夢を与える、これはもうプロサッカー選手としてもう仕事ですからね。ですよね、はい、さあ、そして今握手を交わします。高松とそして今水慶太です。さあ、このゲームですが審判団ご紹介しましょう。主審が柏原さんです。44歳1級審判です。副審が山口さん、そして副審伊藤さん、伊藤さんは50歳です1級審判、山口さんは国際副審です。そして第4の審判員が滝山さん46歳というこういった面々です。まあ、ご覧のような日が差していますこの駒場スタジアム、本当なんかこう爽やかって感じですね。いや、爽やかになりましたね、絶好の本当観戦日和ですし、いいゲームしてくれるんじゃないでしょうかね、はい、そしてあの ACL でもしっかりと点を取った田中達也がいました。今日はこの後ろがいつもですと坪井なんですが、今日は阿部トゥーリオネネというネネが入っています、まあ、どんな布陣で来るかは立ち上がり、ちょっと見たいですね。そうですね。まあ、このレッズは今シーズンは2敗をしていますが、7節のフロンターレ戦が埼玉スタジアムでした、まあ、それから24節の大宮戦がこれも埼玉スタジアムという、まあ、そういった意味では、この埼玉スタジアムの2つ負けていますが、ただこの2敗だけです、まあ、ですから下の方からガンバ追ってきますが、まあ、今1勝差であるんですが、まあ、今日からまた2勝差になりますから、はい、まあ、しっかりやっぱこう勝ち点3を勝ちたいですね、でもここからガンバも自信になると思うんですよ。そうでしょうね。そういった意味では2ゲーム離しておくというのは大事なことかもしれませんね、はい、それと新藤さんの話があったように、あの下の方のチームも本当にこれから必死になるんです、だから逆に嫌なんですよね。これはね、本当に心がこもってきますからね、はい、ですよね、そういう時の選手たちのプレーというのは 120% 出てくるもんなんですよ。これからのですが、今日含めた7試合というのはこれは簡単にはいかないですよね、いかないですね、ただレッズもとにかく連戦連戦と言いましょうか、本当にこう間がなく次のゲームが来るという、はい、この繰り返しだったわけですよね。しかし選手たち、はい、タフになりましたね、本当によく安定感を持ってここまでやってきていると思います。はい、さあ、そして選手がそれぞれポジションに散りました。これから前半の45分のスタートです。左エンドが浦和レッズ、右エンドが大分トリニータ、その大分のキックオフで前半の45分が今始まります。さあ、このゲームですが、新藤さん、はい、どの辺見ていきましょうか。そうですね、大分の方がゲームを作ってくるとすると、はい、エジムーソン、ホベルト、ここになると思うんですが、サイドにも鈴木慎吾をはじめ魅力のある選手いますしね、はい、だから前線の高松、やっぱり、体格も含めて怖い存在ですよね、はい、それを、どう受け止めて攻撃に出るか、これが今日のレッズの見どころでしょう。そしてポスターもちろんですが、高松のいいところは時折引いてきますよね、はい、ゲーム作りにも参加するんですよね。ビルドアップのところもしっかりやりますからね、はい、ですから一瞬こう消えかかって飛び出してくるという危険性もあるわけですから、はい、まあ、それもこの浦和としては要注意になります。まあ、そして今日は右サイドに長井入っていますが、長井が多少こう引いた位置になります。まあ、ですが今日長井はかなり守備も意識しなきゃいけないでしょうね、はい、さあ、ここはボールを持っていますが一旦開いていきます。
32番梅崎はもちろんトップ下中心になりますが、こういうのは通らせなかったですけどね、はい、今のようなパスから入ってきますから、はい、ポンテから1本ワシントンを狙っていきますが、ちょっとボールは長いか、ここから頭で返しました。22番今日上本が左サイド入っています。はい、トリニダの攻撃のきっかけは、ジムーソン・ホベルトでしょうね、うん、このボランチですね、はい、まあ、途中からになりますが、でも実績あるといいましょうか、当然この J リーグでプレーをしている選手ですから、勝手してる J リーグで当然いい仕事をしてますよ ね、 そうですよね。ここはボール出してスローインです。スローインは大分トリニータになります。平川今日はもちろん左サイドになります。この主力の中では今日は坪井そして山田、この2人が、まあ、控えのスタートになります。さあそして今その阿部が入っていきます。さあここから長いボール1本出ました。左の平川走っていきましたが、ここはボールをカットします。そしてエジミューソン、この人です。5番のエジミューソン、3番のホベルト、これが両ボランチになります。まあ、立ち上がりを見てますと、はい、トゥールを中心としたディフェンスライン、それから鈴木啓太、長谷部、この辺りやっぱりしっかりしてますのでね、はい、なかなか簡単には侵入を許さないですね。なるほど。さあその裏列ですが、メンバーご紹介いたしましょう。キーパー鈴木、ディフェンダー右から阿部、トゥーリオ、ネネ、そして長井、右サイド、左平川、長谷部、鈴木啓太のボランチ、トップ下ポンテ、ワシントン、田中のこの2トップになりますが、1本出ました。ポンテがいきます。ポンテ、ポンテかわした。さあそしてクロスが1本入って、ワシントンかその後ろ長井がいる。長井胸でトラップをする、一旦落として、ここからまだチャンスが広がっていきます。阿部が行きました。阿部からクロスが入れる、うっと、しかしここは跳ね返されます。最後は11番鈴木慎吾がいます。慎吾からボールは前線にフィードされます。うん、今日初めての列の仕掛けは、はい、やっぱりポンテからでしたね。さあその列なんですが、今そのメンバーをご紹介しました。で控えの方には山口、坪井、細貝、そして堀之内、山田、内館、岡野が入っています。まあ、今日はこの中で実はポンテ、長井、そしてトゥーリオ、それからワシントンもそうですが、これ今3枚もらってるんですよね、はい。まあ、この辺のやっぱりイエローカードとのちょっと累積が気になってくる、そうなんですよ ね、 ですよね。とはいえアグレッシブなプレーをやめるわけにいかないですし、はい、難しいところですよね。ただ一気に4枚いなくなるのもちょっと困るかなという、ね、はい、気がしますしね。さあポンテです。まあ、その辺はもちろんオジェク監督も当然仕切っていくわけですが、まあとにかくあのそんなもいいかという非常にこう強いチームでした、はい。まあ、そこで勝って、引き分けて、アウェーで引き分けは当然あのオジェク監督も良かったという話をしています。あとアウェーゴールですよね。そうなんですよね。2点は大きいんですよね、はい。まあ、ですから、まあ、おそらく問題なく準決勝も勝ち抜いて決勝という、なんかそういうイメージが、もうそういう期待は大きくなってますね、さあそして大分のメンバーをご紹介しましょう。キーパー下川、そしてディフェンダー深谷、森重、そして上本の3バックであります。そしてホベルト、エジムスのボランチ、右に藤田、左が水慎吾です。トップ下梅崎で、山崎、高松の2トップ、ですから、まあ、ポジション的には同じような形になるわけなんですが、まあ、これがスターティングイレブンになります。そして控えの方ですが、西川今日入っています。福本、西山、根本、金崎、そして松橋、翔太、前田、まあ、入ります。さあ長井に1本出ました。長井からクロスが入っていきますが、ワシントン、ワシントン自身今シーズン12点目、そして先制点を取りました。早い段階でのレッズの先制点です。右サイドの長井がいきなりやっぱり行きましたね。そうですね、長井はでもここまでは、ある程度鈴木慎吾の出方を 見てたんですけど、いよいよというところで行きましたね、そして狙いは本当に最高でした。ワシントンのランニングも良かったですしね、最近ワシントンがこうやってニアに入ってきてくれるんで、これはありがたいですね。あの深谷も今しっかりは行ってるんです、はい、やっぱ半歩遅れてるんですよね。そうなんですね、まあ長井もいいところに入れたと思います、はい、という先制点は浦和レッズに入りました。これがしかし新藤さん、非常に早い時間ですね。そうですね、今トリニータも決して順位的に楽なポジションじゃないので、仕掛けていくというのは見せてましたけど、全くそれに動ずることなくレッズがディフェンスをしっかりして、はい、今攻撃に出たと。そうですね、まあ、言ってみると今日のゲームで2本目なんですよ、はい、ポンテが最初に仕掛けをしましたけど、2回目の攻撃で実らせたんでね、はい、ま
この大分戦というのはあまりこう印象的には、まあ、サポーターとも良くないという印象を持っているはずなんですが、あのシャムスカ監督になって2005年ですが、はい、途中だったんですが負けてるんですよね、はい、そうですね、で今5勝1分3敗というレッズは2つ勝ち越していますが、印象としてはあまり良くありません、まあ、ですから最初の戦いの今日は2対2の引き分けになっています。まあ、タレントもいるし、はい、頑張るチームなんで、そうなんですよね、うまくレッズの方がちょっとうまくいかないとね、はい、しんどいですよね、さあ推進のキックになります。コーナーキック低いボールが入りました。おっといいボールです。もう1回ボールが出てきますが、さあここからどうする。梅崎からクロスが1本入っていきますが、ワシントンの頭こぼれています。そのまま出てきました。もう1回コーナーキックになります、はい、リスタートの連続というのは気をつけなきゃいけないんですよ、はい、キッカーもフィーリング合ってきますし、はい、入り方も分かってくるので、中でね、今ネネがちょっとこううつむき加減だったんですが、接触があったんでしょうか。今立ち上がっています。5番のネネ、今日はスタメンで起用されています。さあそして推進後です。さあこのゴール前、多分いいボール入ってくると思うんですよ、ね、ワシントンを超えたボールになると思うんでね、はい、これ防げるかどうかです。深谷も遠い位置から入っていきますが、ここがクリアボール、ワシントンの頭です。そして梅崎ボールを入れますが、ここでも跳ね返したのワシントン、長いボールが出ます。そしてポンテがいますが、ここからボールは33番フィーターがいます。そしてエジミソンがいきます。1対0です。まあ、シャムスカ監督も前節はガンバ大阪戦でした、はい、まあ、できれば引き分け勝ち点1という気持ちあったそうです。そうなんですよね、ただ決して悪いゲームではなかったという話をしています。はい、しかしガンバも最後本当しぶとさ見せたと思いますよ ね、マレが決めたというね。クロスが入っていきます。高橋がいます。これは左手でまだこぼれている。おっと打っていきますが空振りになります。そしてまだ激しい攻防ですが、高橋から左サイド推進を、推進はクロスは神谷にいます。阿部がいますが、もう一回入れていきますが、ここはなんとかクリア。そして永井が前線にフィード。さあこれをワシントンが狙っていきますが、上本がいます。森重、そしてホベルト、これを取った。さあ田中達也、田中達也、そして追形だから右の永井です、はい、作っていきますね、はい、作っていくときには鍵はポンテですけど、うん、そのポンテが前にいますが、さあここから中に入れてワシントンがいます。これは高橋からになりました。ただ田中達也にしてももちろんトゥーリーもそうですが、完全ではないんですが、そうなんですよ、やってますよね。まあ、トゥーリオの精神面の充実ぶりといいますかね、この人は、まあ、我々では考えられないくらいに強いハートを持ってますよ、はい、ですよね。あとは田中達也のチームに貢献するあの動きですよ ね、今8点を取っています。田中達也、今日のメンバーレッズなんですが、実はキーパー以外で点を取っていないのは平サイド、平川だけなんですね。あ、そうですか。それぞれがもう1点なり点を取ってるんですが、ですから、まあ、平川が取ってしまえばですね、キーパー以外フィードプレーは全員得点ということになるんですが、すごいですね。さあここはネネです。そしてワシントン、ワシントンから永井です。永井から一旦戻してスイッケーター、トゥーリオ、ポンテ、ここはプレスをかけられますが、高松行きますが、トゥーリオ一歩早い、ネネ、日高移動する、その日高を狙っていきますが、ここは壁に当たります。そして高松、さあここからちょっとフリーを作ってますよ。山崎がクロスで走っていくが、その左サイド推進をで行われました。浦和レッズの出身です。推進後からここは高松が間に合わない、ネネのクリアです。高いボール、スイケータ、もう一回スイケータの推進後の争いです。そしてさあここはポンテにボールが出ました。ポンテからワシントン、田中達也、どこへ出す、ワシントン、あ、ここがダメです。エジミオソン、まあ、動きがまだスムーズなんでね、問題ないと思います、はい、で最近ちょっとパスワークが、ポンテを絡めてのパスワーク良くなってますよね、梅崎。さあここはまだ近い位置になりますが、このプレーが終わった後にそのジェーランを呼んでみたいと思うんですが、またその大分のプレーになります。ここからボールが出てホベルトから大分がまだ持っています。縦一本入りました。もう一回出して高松からシュートを狙ってきた。今浮いたですけどね、結局ホベルト、エジミューソンから前線へショートパスが出て、そこからいよいよ勝負だという、まあ、サインですよね。
この時にきっちりと押さえておかないと、なるほど、ね、乗らせたくないですね、はい、さあそして今日はリポーターリアド・リエなんですが、リエランさん、はい、はい、まずはですね、先制点を決めましたワシントン選手はですね、試合前、今日は攻撃的にそして自分が点を取って勝ちたいとコメントをしていました。はい、そして、先制点がいかに大事かということをいろんな選手が話していましたね、はい、それでは浦和レッズオジェク監督の試合開始前のコメントです、はい、大分はディプシリンの取れたサッカーをしていてやりづらい相手である。我々は止まってボールを求めず常に動いて相手を動かしマークを外していくことが大切だとのことでした、はい、まあ、確かに動きながらそして当然の疲れもあるんでしょうがボールを動かしなおかつ当然選手も動かなきゃいけないという、まあ、そういった状況の中で、まあ、ワシントンのこの1点そしてまあ選手が言っていたというやっぱり先制点って本当に大きいですね。そうですね、本当に大事なのをきちんと、ね、はい、取りましたからねえ。さあここは叩いてそしてポンテが行きますがここからクリアボールになる。そしてボールが出ました。ここはレッドのスローインです。最近はワシントンよりも田中達也になるんですけど、本当に動き出しがいいですからね、そこにボールが渡った後のスムーズな攻撃というのがレッドで見られますね。だからワシントンも大きいわけですよね、そうです。長いよう狙っていきますがちょっと長すぎましたか。ボールが出ました。今日は面白そうですね、この長いと鈴木慎吾のマッチアップはね。上野さん、はい、対する大分トリニータのシャムスカ監督のコメントです、はい、前節ガンバ大阪と接戦に持ち込めたということもありチームの雰囲気は悪くない。浦和に対してはトゥーリオ選手の上がりや田中達也選手のディフェンスラインの裏への飛び出しに特に注意したいとのことでした。なるほど、というシャムスカ監督、まあ、オジェク監督であればディシピリン、これが非常にこう守られているそういうチームですね、はい、だからそれが見ててすごく頑張ってるなというチームに見えるわけですよ。みんなが狙いとすること やらなければいけないことがはっきりしてますからね。そうですね、23節に千葉に実は0対6で負けました、はい、非常にこう危機感を覚えるようなゲームでした、ね、これが15位だったんですね、はい、その後に甲府に4対1フロンターレ2対2横浜 FC 2対0、はい、で前回のガンバ大阪0対1内容は良くなってますよね。良くなってます。ただガンバ戦を引き分けで終えたかったなというのは、ねでしょうね、ありますよね、はい、今勝ち点1が非常に大事なんですよね。大事なんですよ、はい、今14位という位置にあります。さあここはボールが出ました。ここから杉田が行きます。杉田からクロス1本入ってタイヤボールが来ました。高松その上を越えます。推進も間に合いません。ボールが出ていきます。まあ、高松がいるから今のようなボールなんですけどね、はい、まあ、あまり今のような フリーで上げさせる、うん、ということはしない方がいいですよね。まあ、それと当然熱も高いんですがこのセットプレーに入るとこの大分も6人の選手がフィードプレーヤーですが180を超えています、はい、さあここはエジブンソン狙っていきますが壁がありますそしてクリアボールになった。さあここで落として田中達也さあレッズのチャンスになります。長いこの位置にいます。長いそしてホベルト鈴木慎吾ホベルトも福岡でプレーをしていました、まあ、22節から出ていますから右へ出しますね。藤田中にもう両方がそして遠い位には高松がいたー取りになったシュート。いやうまくヒットしなかったんでね列助かりましたけど危ないシーン、フリーでしたね。そうなんですよ。ちょっとこのところ右からね藤田からこのバウンド、ね、わおおうまく当たってたら今のは本当、ね、危なかったですよ、はい、さあここがキーマーです。下川です。ベテランです。西川がずっとこう怪我をしていました。そしてようやく今日は控えに入っているという戻ってきているんですが西川あたりが今日はスタメンで起用されるかなという話も出ていたんですが、まあ、今日は控えに回っています。アンダー22の代表ですからね。はい、そうですね。8月の7日の練習時に左膝を痛めてしまったという靭帯でした西川、まあ、今日は戻ってきています。控えに入っています。さあそしてここは森重まだ20歳の選手です。2年目です。アンダー19の代表を経験しています。若いですね森重もね。若いですね、まあ、トリニータは本当に若手の選手たちを育てるという部分でも、いいピックアップをね、してると思うんですね、特に先ほども攻撃鋭さを見せましたけど、はい、梅崎あたりに絡むとね本当ですマークもつきづらくなります。梅崎は20歳で森重も20歳という話をしていますがもう本来ボランチなんですよね、ですからこのホベルトあるいはジムスの動きは後ろからしっかり見えるわけですよね。そうですね、ワシントンが来ました。そして左平川ボールは通りません。深谷がいました。さあそしてここはエジミルソンから長いボールは高松を捉える。高松が落とす。長いが行っていますが高松
そして左サイド出身を上がっていきますが、コベルト、コベルト中に入る、そして高松、またフィータにボールが行きました。これもチャンスなのか、フィータからエジミソン、もうよくしのぎましたね、あのトゥーリオのプレーね、はい、確かに今下が悪かったんですけど、よく踏ん張りましたよ。でやっぱり今のチャンスを作ってるのも結局は高松なんですよね、高松がね、ボールを受けるのうまいんでね、なかなか簡単にはインターセプトにディフェンダーいけないんですよね、いや多少引いた位置になりますが、かと思えばボールを出したらずっと前に上がってきますから、相手の裏を取るのも得意ですし、当然ポストプレーもできます。要注意人物になりますが、まあ、元代表ですから当然その26歳を考えても代表復帰だってまだまだチャンスがあるんですから ね、長いボールはここはネネがいました。その高松ここにいます。さあそしてまだチャンスか、吹田から梅崎がいます。でこの間に高松が中に入ってきました。梅崎、山崎、藤田カットした、そしてポンテ、さあチャンスがあります。ポンテからワシントン、そして長谷部、さあ平川、もう平川は行こうとしたんですけどね、すかさず藤田がやっぱりケアしてますね、ですから向こう側になりますが、タッチライン沿い、これが平川と藤田というこのマッチアップになりますが、そして長いボールは田中達也、深谷が行っています。田中達也、まあ、当然サッカー両サイドというプレーになりますが、その辺のマッチアップでしっかり今行ってますよね。そうですね、あまり意識しすぎると、はい、今度は自陣に押し込まれてしまうというのはあると思うんですけど、まあ、今トリニータは藤田がかなり平川を抑えるのに意識してましたね、はい、田中達也、田中達也、もう耐えますが、そしてファールを誘いました。3番ホベルトのファールがあります。これ面白い位置じゃないですかね、距離的にはいいところですね、いいですね、はい、でこの角度がちょうどキーパーがあれば逆の日差しですね、蹴る方が眩しいわけですね。そうですね、はい、だからキーパーは問題ないと思うんですけど、すね、はい、ただキッカーにとっていいのはアゲンストの風なんで、あ、なるほど、スワーブは効きますよね、はい、変化はしやすい、変化させやすいです、はい、さあそのキーパー下川です。11節からずっとスタメンです。それまではもちろん西川がスタメンでした。これね、はい、ポンテも蹴りたいでしょうけど、阿部あたりには一番いい距離じゃないですかね、阿部、ポンテ、ワシントンの3人が構えています。譲りましたか、ポンテ蹴って壁に当たりました。コーナーキックになります。まあ、ポンテあたりは自己主張強いですからね、もう自信を持ってますから、でもこの人がそういう気持ちの強さがあるんで、レッズは持ってますよね。以前も PK あったんですが、阿部の監督の指示もあったんですが、いや俺だということで入れましたからね絶対譲らないですよね、はい、さあそのポンテがボールを蹴ります。コーナーキック、そして飛んでネネの頭シュート、気合しがっています。コーナーでのネネもね、強いし、ポジショニングいいですからね、はい、コーナーキックからネネ、トゥーリオで控えの堀之内、すごい、はい、みんな強いですからね。そうですよ、おっと深谷が来ました。そしてボールを出して、さあここから推進を入れた、で阿部に当たってここはコーナーキックになります。やっぱり高松がいるからなんでしょうね、随分シンプルにクロスを入れようとしてますね、だから今のレッズはそのボールをシンプルに入れてくるところ、もう少しアプローチを早くした方がいいと思いますよ、はい、それと高松はポストでそこにいる選手はないんですよね、だから結構こう捕まえにくいところがありますが、さあここはコーナーキックになりました。選手が3本目、また回し狙いだと思います。ワシントンの上を越すボール、だからワシントン一歩下がりましたけどね、左足のスペシャリスト、ここはワシントンです。そしてこのこぼれ球、ここ落として、そしてもう一回ワシントン取りました。コブレットが行っていますが、そしてボールの奪い合いは結局推進を、あーと面白い、山崎行った、山崎、トゥーリョが行く、山崎レフカップコーナーです。コーナーキックになりました。ぴったりトゥーリョが行っています。山崎も鋭いトップを図ろうとしましたけど、はい、トゥーリョもよくカバーリングしましたね、山崎ももちろんこの大分の前、横浜 F マリノスでプレーしています。ドリブル突破が得意な選手ですが、
さあここは推進4回目高松がここにいます。そして深谷が統一になりますが、ホベルトも入っています。どうも気になりますね、後ろサイド多すぎますよね。あーはーはー、なるほど、ここはしのぎどころですよ、レッツは。さあそしてどこへもデクワシントの頭を越えて、ここはちょっと長いか、深谷狙いです。深谷が行きます。藤田が回っていきました。オーバーラップ、そこへ出ないで中へ入れました。あおっと、ホベルトかわした、右足のシュート、ここはクリアボール長いです。そして推進を、まあ意欲を感じる攻撃でね。そうですね、あーっとっとっと、簡単に深谷を取りましたね。これ危険ですね。高松を狙って落とす、これですよ、うまいんですよ。そして高松から横へ出して、この後どうするか、打てない、あーポンテうまい。でもやっぱり本当ポイントは高松ですよ ね、はい、ですね。高松の胸でのコントロールからの落とし、はい、この辺は要注意ですね、はい、あそして今オジェ監督が通気を見て今指示を出しましたね、はい、今通気の1本がいきなりカットされたわけですから、そうです、はい、まあ、当然その辺はケアしていきます。スイケータ、阿部、永井、スイケータ、コンテ、さあここは速いパス回しでもう1回長いです。そうだから平川がぐーっと上がりたいんですが、やっぱり確かに藤田がいるんですよ ね、 ねすごくケアしてます ね、 ね本来は右サイド持った段階でずっと上がるケースが多いんですが、はい、ねえねえ水系だ。そして一旦下げてトゥーリオ、1対0レッツが1点をリードしています。前半の5分に1点を取っています。ワシントンのゴールです。12点目。まあ、今のレッツは1点もリードしているので、ゲームを見ながらあんまり焦って前には行ってないですね、はい、まあ、それと失点が22、もちろん一番少ない失点ですが、特に前半の打席が30分、この中で2失点しかないんですよね、はい、そうですよ。ですからやっぱりゲームの入り方は非常にいいということですよね、まあ、ゲームの展開をみんなが考えられるようになってますね、ですが前回新潟戦の時も決していい状況ではなかったんですが、やっぱり耐えながら、はい、で0点にして最後点を取る、そうですね、ワシントン、おワシントンから田中達也いますが、ここはホベルトがいました。高松の話も再三しましたけど、やっぱりワシントンのこの強さにはかなわないですね、ジミウソン、ここはまたボールをドーッと藤田が上がっていく、そこにはボールが出ない。高松、そして今藤田にボールが出ました。ここから小刻みな打ち込みはイジブリスの中に入りました。落としてきます、ホベルト、深谷もゆっくり今右サイド上がっていきます。エジミューソン、裏は取れない、いいところまで行くんですけど、レッツ の、 最後のところでの踏ん張りの前に突破できないでいるんですよね、はい、これがさっきのワシントンの動きです。ヒーユで落として、そして田中達也を狙ったんですが、ここはまあカットされたんですが、ホベルト、まあ、大黒柱ですからね、田中達也今8点を取っています。まあ、この8点の持ち意味もやはりこう得点という意味でシュート決定率から 0.21 で平均得点90分ですが 0.75、 この 0.75 点は実は取ったんですよ ね、 あでしょうね、というのは38本のシュートで8点ですから非常にこう確率が高いんです。あともう一つ言えるのは、達也の取る得点というのはここで欲しいという本当に大事なところでのゴールが多いですよね、チームを勇気づけると言いますかね。オールシュートだ、梅崎です、来ますね、やっぱり、ね、167センチということで 梅崎になりますが、20歳です。いいポイント知ってますよ、今年のアンダー20にはもちろん出ていますが、まあ、とにかくやっぱりヨーロッパというところでね、はい、グルノーブで、まあ、経験を積んできたわけですから、まあ、こういったものはやっぱり何者にも変えがたいということでしょうね。そうですね、実際に、はい、そこは行ってみないとわからないんですけれども、実際海外で一人で生活をして、他のプレイヤーとコミュニケーションを取って、はい、そして自分で、自己主張していく、これは、ね、大変な作業なんですけど、そうでしょうね、まあ、たくましくなりますよ、はい、それに耐えることができれば、そうでしょうね、したがって大分では14節以降のプレーになります。1対0、レッツの1点リード。
現在トップ5レッズ、昨日ガンバ大阪すでに勝っています。あのガンバはやっぱり1点を先行された柏レッソ戦ですが、しかしその後2点取ってます、はい、そうですよね、やっぱりしぶといですよね、しぶといです、まあ見てると本当ガンバとレッズ、はい、最後まで、ね、ギリギリの戦いをしていくんだと思いますけど ね、 そこへどうですかね、鹿島あたり入ってくるんですかね。鹿島シュート打ってきました、よくはなってるんですけどね、果たしてそこまでの力が今残ってるかどうかですよね。随分と頑張ってきましたから、あのリーグの立ち上がりの頃、はい、予想してたよりも状態が悪かったんで、心配してましたけど ね、 ただまあ33節にこれ対戦なんですよね、はい、そうですね、まあ、もちろんゲーム差から言えばね、鹿島が今54で、はい、レッズ強鹿島64ですから、これ差的には随分開いてるわけですよね、ですからまあ優勝という意味では残り試合を考えても鹿島はきついと思うんですが、ただは侮れないというチームになります、侮れないという状態になってきてますよね、はい、ですよね、はい、エジミルソンから左、鈴木慎吾、その前で長谷が捉えました。プラファール、そして上本が行きますが注意を与えられます。まあ、上本も非常にこう気持ちの入ったプレイヤーですけど、まあ、時々こういったシーンは多いんですが、まあ、前線さん途中から出てきます。あの今シーズンは実は上本が4試合停止があるんですよね。それほどやっぱり暑いんですよ、はい、暑いですよね、はい、まあ、今のワシントンの競り合うのシーンを見て、ね、あの過剰な力が加わったからファールだったんですけど、やっぱり対抗心燃やしてますよね、はい、まあ、4試合の停止というのはチームにとっては全然ありがたいことではないんですが、まあ、気持ちはもちろん常に入っているという、まあ、それはこのピッチの中では、ね、出てくるわけですから、長いこの辺はまたチャンスになります。とにかく連戦という非常に疲れているはずなんですが、ただ今日が終わればちょっと間空くんですよね。だから今日をうまく乗り切ることなんですけどね、コンテ、そしてホーッとワシントンが倒されていますが、その辺に笛が鳴りました。今笛が鳴っていますが、これなんかレッツのファールですか。レッツのファールですね。すごい競り合いしてましたよ、ね、はい、あのボールが蹴った瞬間にワシントンが取れてました、この瞬間でもうワシントンがいませんでした、はい、下になっています。もう競り合ってね、まあ、レッズも9月の15日から、まあ、広島戦からスタートしていますが、まあ、アジアへ行ったり来たり、あるいはその連戦がとにかく応答続くということで、やっぱりこうこれただあの世界を見れば当然あり得ることで、また世界を目指すチームから言えば当然のことなんですが、そうなんですけどね、なかなかあのそういうタイトなスケジュールの中で、海外での試合も含めてやるというのは、アジアの中では慣れてるチームはそんなないですからね。鈴木慎吾からイジメソーっと、そして稲作とかファウナスです。ですから15、19、そして22、26で30あって10月の3日、まあ、とにかく間ないですよね。ないですね。小井野さん、はい、まあ、今日で連戦は最後なんですけれども、まあ、連戦の最後でみんな疲れてるだろうから一番難しい試合になるのではと鈴木選手は話していますね、はい、でも今日は出ていないんですが、キャプテン山田選手は疲れはあるけれど連戦最後だから俺では休みと、まあ、とにかく連戦最後という言葉がいろんな選手から聞こえましたね、はい、だからまあ今日力を全部出し切って休みに入りたいという気持ちが皆さん強いようですね、はい、高松から、おお、鈴木軍だった、一歩出ました、ちょっと触れてるのは鈴木軍だ、シュートだった、まあ、シュートというよりも運が中に入れたんですけど ね、ただトゥーリョが、はい、あのコースを切ってましたし、それから続きが落ち着いてましたからね、はい、今度はワシントンです。ワシントン、田中達也左に左、さあどこへ戻って、今度はワシントン、川瀬が付き合いがピッチャーが向いている、そして今、エジムソンが行きましたワシントン怒ってますけど、まあ、今のはちょっとファール取るのも難しいかなと思います、はい、あの連戦の最後は確かにきついんですが、かげたの 42.195 キロのマラソンも、あのやっぱりトラックに入ったらすごい勇気づけられますよね、であともう400で終わりだという気持ちがすごいパワー出るんですよ ね、不思議なんですけど、まあ、それが人間でしょうね、リーグ戦もそうなんですよ、はい、あの最後の3試合あたりでもう乗りに乗るような状態を作れるかどうか、大きいですよね、そこが大事、でこれがあのもし負けていたらですよ、やっぱり疲れるんですよ、そうなんですよ、でも勝ってると今日勝って気持ちよく終わろうという、これすごいパワーなんですよね、そうですね、
長谷部、そして鈴木啓太、今日はキャプテンマークをつけています。そのキャプテンマークの山田明は控えに回っています。まあ、キャプテンマークを巻くだけの、はい、選手になってきましたよね、鈴木啓太。本当にあのプレーで、はい、仲間を鼓舞するという、そんなところが今もう見えてます。これ、新藤さん、やっぱりそのキャプテンマークをつけるって気持ち的には随分違うもんですか。いやー、それは誇りなんじゃないですかね。僕はあの例えばレッズの今のキャプテンマークを巻くというのは、これは自分にとっても自信になりますし、なるほど、やっぱり誇りでしょうね。大島監督にしっかり見てほしいですよね。ただ本当、以前からそうですが、鈴木啓太はキャプテン心を持った選手ですから、まあ、それが内面から出る選手ですよね。そうなんですよね。福田がいて、井原がいてという、そういった状況の中でも、はい、苦しかった時に声を出したのが鈴木啓太だったというのは、今でも有名な話なんですが、まあ、そういったこう世代交代の中で、やっぱりそのベテラン勢も認めていたのは、やっぱり鈴木啓太ということになるわけですよね。でしょうね。まあ、いい選手になりましたね。1対0。シャムスカ監督も、そしてオジェク監督も出入りが非常に激しいんですが、田中達也、ここはホブルトが粘っています。平川、かわした。そして田中達也、さあワシントンの中で入った。でポンテが今手を挙げていますが、そのポンテがその後ろ、今のは長いを狙ってますか。いや、まあ、今のはワシントンあたりでという、アバウトだったんですけどね。なるほど。深谷です。そしてネネ、風が緩やかに右から左に吹いています。ここはフラッグがありました、オフサイド。まあ、今トリニータの方は、レッツゴールを攻略できそうでできないんで、ちょっとベンチもイライラしてるかなと思いますね。いいとこまでは行くんだけれどという状況です。まあ、サッカーでありがちなのは、いいところで行くんだけど結局0点で負けてしまう、そうです。クロスが1本、高松を狙っていく、ボラを見ています。ポンテ、しかし上本、コベルト、エジメスが待っていますが、後ろ鈴木慎吾がいる。鈴木慎吾、そしてエジミウス、ここは春日が来ました。ここは取りません。そして阿部です。機械がいました。あっと、足が上がって、ちょっと高いですね。上がりました。これはちょっと危ないプレーになりましたが、深谷です。深谷も今累積は3枚です。1枚もらってしまうと自節は使用停止になります。まあ、山崎と深谷が今3枚です。まあ、列は先ほど見ましたようにワシントン、長井、そしてトゥーリオ、ポンテ、まあ、これが今イエローカードが3枚の累積になっています。うまく解消できればいいですけど、ね、一気に、いや本当それくことも十分あるんですよね。でしょうね。これはね、その日のレフェリーのことになったり、相手とのやり合いの、本当にギリギリの勝負になったりした時には、一気に来る可能性があるので、それちょっと怖いところですね。これからでもやっぱりゲームのちょっとコップアフェがなってファンになりますが、残りもう7試合しかないわけですから、本当にやっぱりイエローカード累積でいなくなるというのはね、いつなのかというのも一つありますよね、ポイント的にはね。なかなかそれ計算できないですからね。そうなんですよね。主審は柏原さんです。44歳、63年の4月の生まれになります。さあ、ここはポンテが来ますが、これもいい位置です。ここからワシントン、トゥーリオ、ネネ、阿部も今遠い位置から入っていくことをしています。トリニータ嫌でしょうね。これトゥーリオですかね。その前か、ちょっと引っ張ったか。でここは山崎落として高松から右サイド、さあ山崎が今上がっていきます。そのままボール出ました。レッズのスローインです。長谷部、22番が上本です。上本はもともとは岩田にいました。大分3年目になります。ワシントン、もう来ましたね、平川。ああ、惜しい。あっと、まあ、この辺はしっかりケアに行っていました、森重です。スローインは田中達也です。上本がマークに行っています。2人で挟んでボールが出ました。平川、
永井が待っていますが、ゴール前ワシントン、すごい、うわなだれ込んでいきました。大変ですね、深谷も、ね、上本も本当です。この2人はでもフィジカル強いですからね。ですからね。ただなんか永井が逆サイドフリーでいるんですよね。今ちょっともったいないなと思ったんですが、もう少し展開をスムーズにしてもいいかもしれませんけどね、35分が過ぎてもう36分になりますが、まあ、ここまでは、はい、攻められる場面はありますけど、まあ、レッズペースの展開と言えるんじゃないですかね、はい、こういう試合はレッズ得意ですね。ただできれば1点を持ってるわけですから、もう1点追加して終わると非常に気持ちいいんですよね。いや、そうなんですよね、はい、田中達也、ここはカットされました。また 1-0 のままで、行ったんであれば、はい、トリニータもまだチャンスがあるという ね、 そうですよね、勇気が生まれてきますから、高松からちょっとないか、うまく今は少し流れたんで助かりましたけど、はい、ただこれ森重いってますね、センターバックです。まあ、大分からいえば当然ですが、この前半のうちの同点です。第4節は4月の1日でした。まあ、レッズのアウェー2対2の引き分け、あの頃はというかその前の新潟戦もアウェーで引き分けでした。まあ、ですからオジェ監督もうちはアウェーになると2対2でなければいけないのかなという、まあ、そういったちょっと悲しい声を、聞かせていただけたんですが、あの頃はですからまだやっぱりオジェクサッカーというのは、浸透しきれていない、まだオジェク自体も、システムも含めてちょっと手探りのところがあったと思うんですね。ですよね、ただまあ試合を重ねるごとに徐々に試行錯誤の団体から、うん、段階からこれでいこうというちょっと確信に変わってきてますから。ですよね、ここから上がってくる。そして高松行きますが、ついひが取りました。今のボールはいいんですが、この逆サイドのボールは鈴木はちょっと眩しいんですよね。そうです、ちょうど左サイドから、はい、トリニータの左サイドから早めに入れられたボールはちょっと嫌でしょう ね、 特にこの秋の日差しというのは非常に強いですからね。それともう低くなってますからね、はい、やりにくいと思いますよ ね、 ね、ただキーパーマの帽子嫌う選手結構いますよね、いますね。田中達也、早いですね。監督、まあ、本当にこのところずっと監督のゲーム終了の談話、まあ、選手を褒めてやりたいという話がずっと続くんですが、まあ、それでやっぱりこうタフな日程なんですよね。と思いますね、特に現場で選手たちの行動を見て、プレーを見て疲れ具合を見ていると、特にそう思うんじゃないでしょうかね。でしょうね、まあ、ですから選手を称えることも非常に多くなっていますが、まあ、その連戦も今日が最後になります。スイケータ、狭いところですが高松、そしてフィータが行きます。まあ、前世は平井さんにも勝てていました。まあ、24歳都市の出身です。まあ、千葉にいました。まあ、去年から大分です。北川って2シーズン目、まあ、千葉からのいわゆるこう期限付きの移籍なんですが、1年延長という格好になっています。まあ、1年延長というのはやっぱりこうチームとしては戦力だから当然延長するわけですからね。今日も右サイド、はい、結構平川の動きを見ながら、そうなんですよね、それでも前には来ますからね、はい、ユーティリティで両サイドできるしセンターバックもできる選手ですから、はい、まあ、使い勝手あるんですよ ね、 そうですね、さあここは梅崎が来ました。うん、うまい、挟め、あとファールですか。でさっき言ったようにこの位置から の、 そのキックというのは非常に眩しいんです。本来であればキーパーに向かってストレートのボールは蹴らないんですけど、この場面はキーパーとディフェンスの間に少しストレート気味のボールでも面白いかもしれませんね。続きは嫌でしょう、ね、ちょうど影がそのピッチの中差しているんです、はい、ちょうどゴール方向に向かってますからね。梅崎がいます。
推進もありますけど、どっちでしょうかね。本来まあ右の梅崎という感じはするんですが、その2人が話し合ってますね。梅崎が蹴った方がキーパーに嫌だと思いますね、はい。そして梅崎が狙っていったシュートだ。ゴーッと壁に当たりましたが、バッタリ長谷部が倒れていますが、また行くのか。梅崎シュートでやっていったという新藤さん、はい、今の攻め、いや、良かったと思います。 はい、あそこでシュートという考え方は非常に積極的でね、ディフェンダーたちも、はい、レッツのディフェンダーたちもあれとは思ったと思います。ただ最後シュートをどんな形で打たれても、はい、今の続きのシュートストップのこの技術といいますかね、うん、落ち着き最高ですよね。ただ今のシュートでこれ長谷部がまともに受けてしまったんですよね。もうカウンターを食らったって感じで今倒れていますが、大丈夫かな。この間に水を取ります。ああ水を取るんですよね。やっぱり暑いんですね。ですね、それと、まあ、この時期疲れもありますから、はい、なるほど、しっかりと水分補給をしておかないとね、はいはいはい、まあ、暑さはもう和らいではいるんですけれども、だからそこはもう念入りに、ね、体の中の調節をね、選手たちがやってますよ、はい、今ちょっとその、ね、体調管理を怠ると、はい、風邪というのが待ってますから。そうなんです。一気に散りますからね、どっかに病を抱えるとなんかこう動くのがちょっと辛くなりますからね。なりますね、本当に、万全は無理なんですけど、はい、できるだけケアをして、ね、少しでもそういう状態じゃないようにしておかないといけない、はい、スタッフたちも大変だと思いますよ、今。そしてここはコベルトがボールを返しました。その長谷部も今入ってきました。大丈夫です。時間は42分30秒。まあ、レッツから言ったらもう全く無理することはなくなった時間ですよね。そうなんですね、それと今日の最初の7位のゴールですか、はい、大きかったですね、こういう今のレッツが置かれている状況だからこそ、はい、1点先制して、ゲームを前半の展開したというのは大きかったと思います。長井が右サイドからボールを入れて、そしてワシントンが待っていました。まあ、ちょっとワシントンも後ろから、ワシントンのゴールですね、失礼しました。スカヤがね、ずっとこ うマークはしていたんですが、はい、かわされて点を失うという格好です。だから本当ジェラン・リポーターの話があったように、やっぱり先制って言ったらものすごい疲れた時大きいですよね。大きいですね、特に取りに行ったも必死な状況ですからね。そう、点を考えると、はい、価値あるゴールですよね。1ゴール目、1ゴール目と言っていきましょう ね、もう1点欲しいですからね、本当はね、はい。裏を取り出すかオフサイドですか。まあ、田中達也としてはうまくこの走路を取ったんですが、ただやっぱりちょっと早かったかなという感じです。でもそれを欠かさずやるのが田中達也の動きですから、随分と韓国との戦いでも助かりましたね。上野さん、はい、ロスタイムは2分あります。2分、手元時計は43分を回っていますが、まあ、ですがあと4、5分という格好になります。この間に多いとは1点が欲しい。ただまあ1点も絶対に与えちゃいけないということですよね。ね、まあ、ここはセーフティーファーストになります。まあ、今日のゲームでは、はい、トリニータを勇気づけるような、うん、行為、プレーは、はい、上も極力避けたいですね。はい、でこのザラエジミンソンからホベルトで横へ出して上本があります。上本から推進、阿部がマークに出ますが推進をかわすか。そしてホベルト、エジミルソンが待っています。そのエジミルソン右には吹いてがいますが中に動いた。おっと平川粘る、そして藤田が行く。サインが吹いたの足に当たります。よく対応しましたね、藤田です。この人も180センチあります。平川170センチ、しかしフィジカルは負けていません。深谷、なんともう1回あります。45分が今過ぎました。なんとか前半しのげそうな気配なんですけどね、はい、ロスタイム約2分です。1つの目安は2分、はい、ロングボールとか今のロングスローがね、怖いですから、高松が言っていますが、ここはファウルになりました。今シーズンはここまで6点を取っています。今日
去年が29試合で12点という実は2桁得点が初めてだったんですよね。そうですか。そうだっけなと、なんかもっと取っているような気がしていたんですが、初めてのキャリア初の12点という2桁得点でした。そのくらいは取らなきゃいけない選手ですよね、それくらいのポテンシャルを持った選手ですよ、はい、長い。しかしここはクリアボール、上本、そして高松が行きます。コベルト、ああ推進を、ここはと阿部が行きました、そしてスローに取ります。これで OK です。ロスタイム約2分です。まあこれで 1-0 でしょうね、はい、そうですね、あと1分少々になります。大関監督、展開としては悪くなかったと言えます。そうですね、はい、内容がパーフェクトという意味じゃないんですけど、今の状況を考えると、はい、前半こういう 1-0 で終えるといいでしょう、いつもいつも当然パーフェクトを望むわけなんですが、はい、いつもいつもパーフェクトではないでしょうね。そうですね、そうでない時に何をするかというのはリーグは大事ですからね、褒めると、さあここからどうする。山崎動いた、その山崎がボールが出ました。山崎、スイちゃんが目の前ですが、まだ持っています。中には高松が入って、ジュースもいますが、コーナーキック、これちょっと注意ですね、はい、ラストプレーですから、ここは注意になります。今手元時計で47分です。したがってロスタイムの2分が今過ぎています。それと今日は右サイドからコーナーキック初めてです。あ、そうですね、ずっと左足の推進を、当然ここも左足できるわけなんですけど、だから余計に気をつけないと、これゴールも近づいてきますね、しますが、ここはダメです。そして今笛が鳴りました。前半を終了しています。1対0というスコアになりました。まあもちろん追加点は欲しかったんですが、まあ、しかし良しとしなきゃいけないですね。そうですね、最初立ち上がりのトリンタの、はい、鋭い攻撃を受けておいて、まあ、長井からワシントンというね、はい、鋭い攻撃をレッズが受けて、やって、はい、素晴らしかったと思いますね。レッズ、そして大分は前半終了1対0、浦和レッズが1点をリードしています。エンドが勝って、右エンドが浦和レッズです。左エンドが大分トリニータ。これから後半の45分です。1対0という、もちろんまだ安心してはいけないほど得点差になります。まあ、次レッズが1点を取ればかなり有利になりますし、逆に大分が取ればやはりこう失うものはないというような気持ちがきますから、まあ、こうかなりタフなゲームになりそうですが、まあ、とにかくそのアジアという大きな舞台がありました。したがって連戦が続く中なんですが、まあ、その最後ということで、まあ、気持ちよく勝って、まあ、日曜日を迎えたいということになります、はい。さあレッズのキックオフで後半の45分のスタートです。これ新庄さん、やっぱりこのゲームの入り方ですか。後半は入り方ですね、相手をいなしながらということが必要になってくると思います、はい、徐々にではありますけど、はい、トリニータの方はゴールをするためにメンバーも変えながらやってくると思うんです、だから20分あたりで選手変えてくると思います。特に西山哲平とか、はいはい、生きのいい選手いっぱいいますからね、その辺も投入しながらでしょうね。今日あたりは西山をスタメンかなという話もあったんですけどね、右サイドですが、今日は吹田が出ているということになります。そのメンバーの交代はどうやらないようです。したがってレッズはキーパー続き、阿部トゥーリオ、ネネの3バック、そして鈴木タンツムのボランチ、右に長い、左が平原、ポンテトップしたワシントン、田中の2トップですから、前半も4バックの可能性があるかなという話もあったんですが、そういうだけでもなかったですよね。あとはボールを持っています。そしてトゥーリオがマークに行っていますが、ボールはどっちだ。コーナーですね、はい、山崎がそろそろ、はい、勝負仕掛けてきてますよ ね、25歳山崎です。ドリブルが好きなんです。まあ、持たせたらうるさい選手なんですか、はい、いやもう見てみると、はい、トリニータの高松、山崎、宮崎、それから右の藤田、左の鈴木慎吾、やっぱりうまく絡むと怖いなという、はい、そういう攻撃力を持ってますね、さあそしてここは宮崎がキックです。コーナーキックになりました。立ち合いですが、これやっぱりちょっと集中ですね、はい、意外とこういった中いきなり点を取れるケースありますから、で中やって狙ってきました、シュート。しかし今の、はい、ゴールキーパー続きは、どんなボールでも大体収めますよね、ただこれも
かなりこう気持ちが入ったプレーですから、ね、こういうことで後半来るんでしょうね。来るでしょうね。もう立ち上がりに見えてますよ、ね、その大分がキーパー下川、深谷、森重、上本のスリーバック、エジニュースのホルトのボランチ、右のフィーター、左が鈴木慎吾、トップ下梅崎、そして山崎の高松のシュートアップです。長いボールが出ますが、これはそのまんまボールが出てきました。コンテです。このところレッツはこのリーグ戦に関しては横浜戦が1対0でした、まあ、そして前節新潟戦も1対0という、まあ、1点ずつを取って、まあ、逃げ切っているという状況なんですが、あのですから苦しい中をやっぱりこう失点をしないでゲームを過ごすということですね。そうですね、その苦しい中で相手に押し込まれて相手が主導権を握っている時もあるんですけれども、それはあのものすごくあの耐えてますよね。ですよね、そしてボールが出ていきますが、高松がいました。ネネがいます。ここはホベルト、エジミューソン、梅崎は前にいますが、今スタートして左へ行きます。そして中に行きました山崎、もうこぼれて梅崎が行きますがボールが出ます。コーナーです。まあ取りに行った前がかりになってますから ね、はい、ね、梅崎、先の大分アンダー18の出身ですよ。まあ、こういったやっぱりユースからというのは大事にしている選手ですよね。まだまだ伸びるでしょうね。さあ今度はどういうプレーですか。鈴木慎吾が目の前にいますから、ここはサーブ蹴ってくる、蹴ってきた。そしてカーブを描きますがクリア。エジムソン左足シュート。ちょっとコースが見えなかったからヒヤッとしましたね。後半のコーナーも何やってくるかわからないですね、はい、いやでもやっぱり際どいところですよね、いいシュート打ってましたね、はい、上野さん、はい、ハーフタイムコメントが届きましたのでご紹介します。はい、まずは浦和レッズ尾崎監督のコメント。前半でできていたようにボールを奪ったら素早く前線に展開していこうとのことです。一方大分トリニータシャムスカ監督は、相手のペナルティーエリア付近でのパスの質を持って上げる、チャンスを多く作っているので得点につなげたいということでした。まあ大分はそうですよね。そうですね、もうペナルティーボックスをあとどう攻略するかだけなんで、そのための精度を上げると、そうですよね、パスとかコンビネーションプレーですね、さあここは水形態来ました。ワシントンと田中達也がいますが、ポンテが今近い位置に来ます。中入れますがここはスローになります。ただエリアの中はやっぱりレッズでは強いですからね。強いですね、特にあのエリアに入らせないためのポジショニングとか、そこでの1対1とか強いですよ、だからそれやっぱり大分としてはどうやってこじ開けるかですよね、水形態来ます。上本がいましたが中にいますがボールが出ます。ここはゴールキックに変わります。以前はゴールエリアの、外枠のところまで下がるシーンが結構あったんですけど、最近ちょっとあの上げるようになってますよね、だからいい傾向だと思うんですけどね、さあそして下川です。いやでもやっぱりあのアジアへ出て、はい、とこタフなゲームをして、それはまたどん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 こう自分のものになっていくんですよね。なっていってますね、結局ゲームを読むということが最近選手たちできるようになってるんで ですね、今ホベルトにイエローカードです。これが累積の2枚目になります。まあ、僕たちはあのこうやって見てどんな展開になるかを予測したり読んだりするのも仕事ですから見える部分多いんですけど、選手たちがピッチ上で平面の中でそれができ始めているというのはこれは大きな力でしょうね。グランドレベルって本当見にくいですからね。そうですよ、それは本当あのみんなが身につけなきゃいけない能力としてね、上から見ている絵をピッチ上で感じることができるか、あの男高い位置の距離感といざこのピッチレベルでの距離感って、はい、違いますからね、それが例えば中田秀とか、はい、あのマルドーナ氏もそうですし、いい選手というのはパッサーだとすると、30メートル先の5メートルのスペースを見分けられるというのは上から見る目ですからね、そうなんですよね、ここは田中達也、トゥーリオの中に入っています。ワシントンもいます。田中達也横に出してポンテ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 狙うシュート、壁がありました。どこでこれ簡単になりますか。これ気をつけたいですね。梅
崎が来ていますがボールをよく蹴ったと思いましたね、はい、そして山崎から今高松が手を挙げています。逆サイド杉田も入ってきました。山崎からここは推進後です。鈴木慎吾から横へ出してエジミルソンからだからここからなんですよね、大分の攻めはね、はい、そうなんです、だからこそパスの精度を上げていこうという、はい、シャムスカ監督のコメントだったわけですよね、こちらオジェク監督です。ただレッツのディフェンダーたちの裏をかかないと突破は無理でしょうね、はい、だから意表をつくプレーも含めて、はい、そこがポイントになると思います。なるほど。モリス刺激から右の深谷、そしてここにホベルト、もう一回戻して深谷、そして森重から今開いていって上本、中へ出すのかホベルトから深谷、田中達也がプレッシャーをかけます。藤田からそしてホベルト、エジミンソンがしてきますが長谷部がやっている藤田、ここが非常に狭いところなんです。山田今もう一回返しました。入れないですね、入り込めなくなりましたね。そして森重から左へ上本を狙っていきました。上本、エジミルソン、あこれいい展開です。いい展開ですね。鈴木慎吾、慎吾入れる、藤田がいるがその前平川、狙いとしては良かったと思います。そうですね、エジミルソンファーに流れてたですかね、はい、ファーに流れたのは、ドエナ選手ですか、うん、上本が行ってよく触ってましたね、はい、さあここはまた推進の左足がゴールにボールが近づいてきます。いろんなことをやってきますよ、ね、コーナーキックの時に梅崎が来ましたね。そして推進のから入った低いボールはもっと深谷ですが、まだかホベルト、梅崎壁があります。そしてここはヨーゼフ、ワシントンから田中達也、さあそして一気にトゥーリオ上がってきますね。もう逆へトゥーリオ面白い、はい、トゥーリオ、あーっとっとっと、まだ面白いバウンドなんだ。そしてポンテ、あーこれでオフサイドですね、はい、そうですね、トゥーリオからボールが出た時にね、はい、オフサイドでしたか、ただこういう最近のトゥーリオのタイミング、木を見てのあのオーバーラップは効いてますね、あれはイルファー戦でしたかね、田中達也とワンツーで、田中達也が抜け出してシュートという、ああいうプレーはね、気の利いたプレーができるようになってます。まあ、本人は自信をフォワードと言ってますから当然、ね、やるでしょうけどね、阿部は大丈夫、ちょっとこう仕事でしょうか、逆風です。右から左吹いています。豊野さん、はい、それからのピッチコンディション気になる芝生の状態なんですが、試合前に駒場の芝生を管理している方にお話を伺ったところ、9月22日の大宮対千葉戦で使われて以来、2週間芝生をしっかり寝かせていたので、大宮戦22日の時よりは非常に状態が良くなっていますと話していました。そうですか、まあ、そういう管理はね、やっぱり非常に怠らずにやってるわけですが、そうですね、自然芝ってのはやっぱりこの気象状況がね、かなりこう影響してきますから、ありますよね、はい、やっぱり難しかったですね、でもよく頑張ってここまでしてもらってますね、7月は非常に雨が多かった、8月はとにかく猛暑だった、で9月に入ってまだ猛暑が続いて、まあ、そして10月に入ってから今度は極端に気温が落ちたり、から芝も大変ですよ、芝自身もね、まあ、そういった中で待っていれば当たっていないという話が入りました。狭いところですが、藤田からエジミルソンで横へ出して梅崎、ぐるっとフラッグから戻りオフサイドですね。そうですね、はい、梅崎のオフサイドです。多分トリニータの選手たちも裏をかくプレーはやりたいはずなんですけど、全部読まれてますね、だからこれがうまくいかなくなってくると疲れが残ってくるんですよね、はい、そうなんですよね。やらせておけぐらいの気持ちになりません、はい、田中達也、田中深谷がバックに来ました、フェイントをかけ、そして中にボールが入る、
ところがちょっと取っていません。そして深谷です。また取るかコンテがいきますが、ここはフィジェラルだ。スイケーター、ワシントン、コンテ、そしてキーパーです。まあ、すかさず、トリニダの攻撃の後にはコンテもタツヤも前に行きますからね。1対0、だから1対0というのはなんか嫌な雰囲気ありますよね。僕は今日、トリニダのコーナーキックを含めてのリスタートも多いですからね、1対0のままではちょっとしんどいかなと、でリスタートは結構高さありますね、はい、トリニダはトゥーリー落とします。追形だからコベルトがいました。ここも競っていきますかね、先でもう一回コベルト、コベルトから推進を簡単にさばいています。目先、ここが通りませんか。これをカットして長谷部、コンテ、コンテ、うまい、ワシントン、おう、おファウルなしです。これはすごいですね今のプレーお互いねえ。エジミルソンから藤田がいい動きになった。藤田が行く、藤田が上げる、そしてちょっと長い。やっぱりあります、持ってますよ、今のはうまくしのぎましたけどね、はい、今のあのタフな守備が立ちましたもんね、はい、田中達也、そしてポンテ、レッズの攻めは右から左に攻めています。赤いユニフォーム、ワシントン、ここはね、合わなかったですね、球が合わなかったですね、長いと言っても良かったですけどね、今は、はい、後半13分が過ぎています。入り方はこんなもんでいいんですか、レッズは。よくはないですけど、トリニダの攻撃を受けざるを得ないようになってるんですね、はい、やっぱりサイドもレッズゾーンに深く来てますしね、はい、だから今はどちらかというともうポンテとワシントン、タツヤに攻撃を任せてるような感じでね、長いだから一例という横浜戦、新潟戦、こんな感じなんですよね。そうなんですね。トゥーリオ、トゥーリオから田中達也が行く、迷いたシュートだーと。今切り返しうまかったですけどね、下川も非常にいいタイミングでしたね、はい、今ファインセーブでしょう、コベルト、今度は大分が行きます。右サイドの今目先はフリーで行きますね。おートゥーリオ、あっとこれもファウルはない。コベルトから梅崎、梅崎から今高松を上げた、その高松を狙っていきますがバウンドする。これ危ないですよ。コベルト、コベルト、そして一旦開いて、あ、推進を、あ、かわした、あ、イジムソンか、イジムソンです。あ、では落ち着いてましたね、あの辺の攻防でレッツがもし後手を取るようだとこれ1失点ということになってしまいますか。ありますからね、特に怖いのはここから選手を変えて、はい、総攻撃になった時ですよね、もう1点を行ったり来たり落ち着かないでしょうね、はい、もう1点欲しいですね、やっぱりベンチの大関監督もそれ感じてますね、推進も、あ、引きぼりいった、シュート決まった、決まりました。いや、もう流れはありましたね。そうなんですよ、そう流れがあったんですよ。結局最後はフィータが取りました。だから今推進後からいいタイムで入りましたね、フリータのゴールインです。同点になりました。1対1です。いや、いいゴールですね。だから大分ってこういうチームですからね。そうですよ、もうやり続けるということにかけては大分はもうチームに近くなってきますから、ただそんな雰囲気があったところで何か変えられなかったかなというのは ね、今感じますね、いやだからオジェク監督認めるやっぱりディシピリンのあるチームという、はい、この辺ですよね。そうなんです、もういいと思ったらやり続けるですよね。やり続けますからね、梅さん、あーっとまた出ますね、これちょっと今集中ですね。は山崎が上げる、おっとキーパー取りました。これで新藤さんどういうふうに変わっていくんですか。今のところ1-0で、ここまでは 1-0 である程度余裕を持ってたんですけど、それが効かなくなるんでね、はい、逆に、はい、トリニダの方が勢いづいてきます、それ受けられるかですけどね。今大手監督もものすごい勢いで今怒鳴りました、当然守備へのその反
流し、そうです、ポジショニングも悪くなってますし、アプローチも遅くなってるんで、パスがいいように回り始めたのを感じて言ってますね。下川から前線フィード、ボールは流れていった、逆でボールは飛んでいきません。そして長いやりですが、これもしっかり推進を取りますね。うわーっと引っ張った、これはちょっとカーブになっちゃいますね。これ4枚目なんです、実は長井は累積の4枚目になりました。もう今のは明らかですもんね、露骨でしたからね、これこれじゃん。ただそういうシーンが出てくるような今状況なんです、状況なんですね、はい、おっとポンテ、ポンテ出が悪いんですよ、右の長井ももう完全に自陣に引っ張られてますしね、シアカーもいけない、本当ですね、エジミューソン、高松、藤田、同点ゴールの杉田、一旦戻して深谷、縦に入ってここは山崎がいますが、杉慶太取りました、長谷部、高松がプレッシャーをかけました、闘莉王から前線フィールド、ここは森重、梅崎、いや山崎、そして高松、山崎粘っています。エジミルソン、これ左目と空いてきますね。いや今ね、あの前線と最後尾と2列しかラインがないんですよ、はい、これは今列一番危ない状況です。高松、そうですね、横一線並んでるでしょう、これは危険な、そして放り込んできました、危険なシグナルですよ。なるほど、はい、で前線のワシントン達也にボール早く出ますけど、サポートは引かないんですよ、距離がありすぎて、そうそう、進藤さん、これどうすればいいですか。あの中盤の鈴木啓太と長谷部が我慢してラインを止めることですね、ボランチの仕事ですね、はい、山崎からイギリス、その今長谷部と啓太になります、はい、そしてこの後はもう前線へのサポートをして最終ラインを押し上げさせること、ここで上がってくればいいわけですね、はい、長谷部、長谷部出た、ワシントンシュートーと、今は右足持ち替えて前プレーしたんですけどね、いやなんか今もらったって、もう間違いなく入ったと僕も思いましたね、ここで踏みを変えて確実に、もう狙い通りだったと思うんですけどね、はい、クロスバーです。解けばここまでちょっと苦しかった時間帯解消なんですけどね、ただ逆に言えばどんどん攻めていたこの大分も今のようなプレーをされちゃうとまたちょっと戸惑いは出ますよね。そうなんです、だから続けてやることなんですけどね、梅崎ターンをして見え出して駅名さん、そして藤田高松がもう構えています、うん、ここは長谷部カメになりました。前線にはここは田中達也、高いカバウンド、そして森重から、ここもボールの奪い合い、こんな形で、はい、コベルト続けたが、あのできるだけ前に出て、はい、インターセプト狙いであのポジション取れば少しは解消されると思うんですね、はい、簡単に上げちゃいけないんですよね、少し後ろは薄くなるんですけど、あんまり気にしない方がいいですよ、はい、深谷から藤田、高松、梅崎上がっていきます、面白いボールが来ました、ここは阿部がいました。ただこれレッツも前半4分から点がないんですよね、はい、まあ、ワシントンの先ほどのシーンが決定的だったですけどね、はい、平川、田中達也、田中、長井が空いてますね、鈴木啓太、そして長井です、ワシントンがもう構えていますが、長いボール、得意のドリブル、そして中にボール入る、あっとエチルソン、まだあります、スイケータから入る、トゥーリオ、ネネから、ここはキーパー、下川です、あ、そしてまた今、オジェッカンが出ています、はい、あ、何、勢い上がるんじゃないの、どうも、はい、攻守の切り替えのところも遅くなっているので、もう疲労があるのは分かっているんですが、意識だけはしないとずるずると細いままでいきますからね。
外で見てるとその辺は分かるんですよね、でもピッチの中は確かに苦しいし、いっぱいいっぱいのところあると思うんですが、意識だけでもはっきりとさせておけば変わりますからね、ここはスイッケーとなりました。そして浅め一歩が踏み出せないところが踏み出せるようになるんで、しきりに今あのオジェクトで言う場面だと思いますよ、コンテが来ます。平川一旦先に出れます。田中達也機械が入っています。そしてポンテ前でトップはホルト高松動いた4枚いっています。高松オフサイドはない。オフサイドですね、はい、ただ高松のやっぱり危険な動きですね、どうしてもね、今高松も山崎もなんですけど、あの3バックがダブついた状況をついて、スペースで出てきてるんですね。だから3枚で2枚を見てるんですが、誰がマークに行くこともなく、なんとなくやられてるシーンがあるので、もう解消しないといけないですよ。あと愛媛予想阿部、阿部から右へ長いです。長いで、この長いからどういうのっていうことか、長いかわしていく。そして中に出た、なんと森重クリアボールを浮いています。まだ出ていないか、長い、しかしここはクリアで外へ出しました。スローインです。レッツは戦い、ボールは伸びていきます。このスローイン、さあそしてポンテ、面白い、ワシントン、ワシントンシュート、今日2点目ワシントン、レッツが勝ち越しました。あるんです、あるんですね、今日2点目はトータル13点目、2対1になりました。苦しかった、苦しかった時間がね、経過した中でトラップからこの1連の動き、完璧ですね。これは技術ですから、ポンテから2人の隙間を抜いてるわけですよね、いやだからポンテのあのボールもしっかりあそこ行くんですよね、そしてトラップからそのキックの動き、全く無駄のない動きです、ただ安心できないのは、まだ完全にあの、バランスが整って、守備にあのみんなが同じ意識で行けないんで、どんどんとパスを回そうと思えば取りに行ってもできるんですよね、24分が回っています。まだ時間はもちろんたっぷりあります。これもそうですね、はい、ボーラーが追いつくのか、上げた、藤田がいる、落とした、エジミューソン、エジミューソン、藤田、中にホベルト、ポンテがいきます。ポンテがいった、ポンテが取ってきた、ボーラー出しています。あのボーバックにするぐらいの方が逆に安定すると思いますけどね、あのゾーンにしてしまうんですよ、もう完全にあの4枚で、ちょっと今振られっぱなしなんでね、心配です。ここもすごいんです。ここもかっこいいですが、しかし最終的なフィルター、そしてあっとホベルト、ホベルトからエジミューソン、狭いところです。エジミューソンかわすのかーと持っていく、ね、狙っていきます。壁がありました。そしてポンテです。なんか落ち着きないですね、そしてここはファーラー取りません。さあポンテボタン3対3でホルトが今行きますが、ここはキック、ここは一旦ボールを出します。大丈夫ですかね、藤田が倒れていますが、今ポンテとの接触でのプレーだったんですが、肘が入ってたよね、森重が言ってますよね、しかしファーラー取りませんでした。オジェクは近寄るなと言ってますけどね、もうね、揉め事があってカード出されたんじゃ困るわけですよ、確かにね、
もうポンテに今本当にこう抱えるようにして、はい、もう終わったことというような感じですよね。まあ、小池君にとってみると、今は本当にあのイエローカードで固めて選手がいなくなることが心配なんで、ポンテも3枚です、はい、とりあえずあのもう長井が累積4枚になってますね。そうですね、はい、これがまあ今日長井がもらって長井次出れないという、そういうストレートスの累積溜まっての出場停止であればまだ対応はできるんですけどね、はい、まあ、今日が7日でもうゲームそのものはもう J リーグは2週間後になるわけですが、まあ、ただ長井はもうその間もアウトになります。ここは一旦高松からボールが戻されます。さあそして続きです。この、はい、この後は残り時間、はい、まあ、しのがなきゃいけないんですけど、どんなに荒れたゲームになってもレッズの選手は加わらないことですよ。そうでしょうね、これは今後も考えて、はい、面白い田中達也。そして前線にボールが出ますが、ここはトゥーリオになっています。人間というのは疲れが出てくるとなんとなくそういった中にね、渦中に入ってしまうんですよね。で文句の一言も言いたくなるというか、はい、これもそうですよ、ね、はい、もう冷静に、ね、はい、戦うべきでしょう、そしてそれぞれが今レッズの選手アップを回収しています。おーっと後ろ田中達也出た出た、どうする、落としてコンテ、ますよコンテから、おーとエイジミューソン、はい、まだ阿部、阿部行きました。こういうボールは第2戦ですね。そしてクルスが入りますが簡単に森重、まだあります長谷部、長谷部から平川、そしてもう一回長谷部、ホブルトが後ろから行っています。出したのはホブルト、正面レッズです。ホブルトもよく動いてますね、抑えを利かすといいますかね、年齢はまだ28歳です。もちろん動ける年齢でありますが、そのホブルトが行きますが、田中達也、田中横へ出す、あと森重です。こうやって相手ゾーンにいるんであれば問題ないですしね、はい、そうですね、はい、これができなかったんですよね先ほどは。ホベルト、うん、ここを狙いです。あとまたもう一回ホベルト行きますね。そしてエジミューソン、エジミューソン平川が行っています。エジミューソンから落としてホベルト、さあここからのもう一回の動き出しは鈴木慎吾を狙っていった、これいいボールですね。鈴木慎吾、さあ中に入ってきますが高松簡単に出した、もう一回高松の方に逃げていきます。さあここからどうするか、逆サイド杉田、中に入りは梅崎、鈴木慎吾も入っていますが、どうする、狙ってシュート、ーやっぱ鋭さありますね山崎ですよね、はい、いいプレーでしたね、この人も F マリノスからの、まあ、その期限付きだったんですが、去年は完全になりました。やっぱ完全移籍というのは気持ちが違うんですよね。違うでしょうね、もう完全チームのチームですので、もうすっきりすると思いますね。パス、手元の時計でまもなく30分になろうとしています。この残り15分ですが、新藤さん、はい、まずレッツはどうなりますか。そうですね、あの逃げるために下がったんではやられると思います、はい、今日先ほどの山崎のカットしたドリブルを見ても、はい、何か可能性を、ね、感じさせるものが多くあるんですよね。まだある、だからあのラインを高く保って、はい、相手ゾーンでやるぐらいの気持ちでやらないと逃げ切れないと思います。なるほど、大分はこのまんま続けるわけですね、おーっと後ろからファルワシントン、あーとしかしここはミスパス、上本、ただ大分というチームは確かにやり続けるチームですから、そうなんですよ、だから可能性を信じてやり続けるチームですから、そういうのは怖いですよね、そういうチームの相手に自陣に深く下がると何か起こるもんなんですよ。なるほど、藤田から中に入って、そして梅崎、ここはいません、山崎には甘い、そして平川取りました。ワシントン後ろから森重、しかしファウルはマシントンですね、はい、エジミューソン、狭いところですが鈴木慎吾、そし
て中には山崎でこういうボールが下がった瞬間に一気にこうラインを上げるような動きが欲しいんですけど、はい、今ねもう疲れてしまって、ね、止まりがちなんですよ、はい、見てるだけだよね。見てるんですよ、田中達也、あっと、いや今オジェク監督ちょっと興奮気味になりましたね、はい、いや大事な時間ですからね、はい、振り切ったね、あまた出ますね、ドーン、あーこれあの通気は一番見える位置ですからこういう風にシュート打たれてしまうとね、何やってんだって感じなんですよね。出しちゃいけないし、ラインを上げさせなきゃいけないし、今通気大変ですね、確かに一声で流れが変わるような状況じゃなくてやっぱりこう疲れが出てきます、出てますね、はい、鈴木慎吾のピックコーナーキックになりました。いいボール入る、ここはクリアトゥーリオ、しかし藤田、ここはポンテが取ります、うん、このボールを大事にしたいワシントン、そして田中達也が左にいます、ワシントン右にポンテ長いボールを出す、そうまだあるトゥーリオいった、これはボールを出していますが、これ今やたら引っ張られてるんですよね、そうですよ、離れているんですが、もうどん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 行きますね。え、カード出ました。出ました、ね。そうですね。はい、あの今、オジェクはルーリョーに抑えてろと後ろで。で今戻ってきますね。ですよね、ボールの取り方は、ね、はい、ねえねえ、あーっとまた取られますか、トゥーリーを抑えたというあのシーンは、あの95年96年がレッズの当然格好だったんですが、あの子なんか今ちょっとギドを思い出しましたね、ギドもそんな感じで、はい、はい、ましたね、そのギド監督からこの監督を受け継いだこのオジェク監督、コベルト、高松で今のイエローカード、これ山崎だったですかね、あ、そうですか、はい、ということはこれ、累積4枚目ということになりますね、そして今度はまた杉田がボールを入れます、この方がちょっと嫌なところですね、中に入った柔らかいボール、高松の頭かまだあるか、こういうねクリアも切れないクリアですね、状況を切れない、ね、切ることもできないクリアですね、上野さん、浦和レッズベンチ動きがあります、今内田選手が指示を受けています、まあ、これがだから新藤さんやっぱり選手交代ですよね、はい、そうですよ、ますからね、今ね、1人ずつ、順に逃げ切るための選手を3枚使っていいと思うんですよ、そうしないと、あの例えば攻守切り替わった時の動きの悪さが今はっきりと列見えてるんですね、その時に止まらないで動ける人をやっぱり入れるべきでしょうね、でも誰に変えてきますかね、厚くするんでね、中盤、はい、ティアナさん、はい、あの内田選手はですね、田中達也選手と交代するようです、田中達也、中盤厚くするんで、はい、そういう交代になるでしょう、はい、前を下げて、まあ、守りをちょっとしっかりいこうということですね、そしてここもまたボールを持って高松から、さあ山崎、ここは長谷川、そしてネネです、深谷、強いすごい投手ですよね、エジミューソン、なんか間が空いてますね、あーこれか、そして通信、長いですね、もう長いがずっと守備に追われてるんで ね、はい、前へ行かれないですよ、だからちょっとイラサチも出てくるんですよ、はい、上野さん、はい、それから大分ベンチはですね、金崎選手、25番金崎選手が準備をしています、金崎がスタンバイと思います、
ここはまずはその田中達也を下げます。そして内立が入ってまいります。まあ、守備を固めようというそうですね、はい、内立、鈴木、啓太、長谷部、はい、この3枚で、より中盤厚くして、相手の侵入を防ぎたいという狙いです。さあここはまたスローインです。大分のチャンスは大分の選手はですね、はい、8番の松橋選手も今準備をしています。まあ、これは攻撃力ですよね。ですね。ホベルト使いの2歳大臣いますか。ホベルト左持ってきました。上本鈴木慎吾もう一回行った。あ、面白い。梅崎行った、うん、自信を持って打ちましたけどね。そうですね。まあ、そしてまた当然この大分はこれからは時間との戦いということになります。そして今金崎ですか。3枚これ一気に2枚変えるんですね。まあ、それくらいの方が勢いが出るでしょう、松橋翔太そして金崎というこの2人が入ってきます。まあ、だから時間を考えてもこれ1点を取ってとりあえず同点にしてしまいたいという。そして、はい、まあ、これおそらく引き分けでもいいというのは当然大分ですからね。ありますね、その考え方。ただレッズはとにかく今 2-1 リードしていますから、このまま勝てばまたガンバを押すことは勝ち点で 6-3 になります。残り試合を考えてやっぱり6って大きいんでね。大きいですよ。残り6試合ですからね、ですからやっぱり引き分けよりはこれは絶対ものにしないといけません。ただこういうシーンが多いですね。もう終われっぱなしですね。ルーズボールは大体もう大分が取ってしまう感じになっています。上野さん、はい、大分はですね8番の松橋選手は33番藤田選手と交代するようです、はい、そして25番の金崎選手は、11番鈴木慎吾選手と交代します。梅崎のですよね。32ですよね、はい、梅崎ですよね、だから梅崎と金崎が変わるということですね、はい、梅崎と藤田がアウトで、そうですね、はい、で金崎と松橋が入ってきました。そうですね、はい、8番が松橋です。25番が金崎です。まあ、一気にシャムスカ監督が今変えてきました。松橋翔太です。25歳という、まあ、国見高校出身ですが、まあ、弟が松坂いますがお兄さんとです。さあそしてまたホベルトが持ちますが、その中盤ボランチホベルトが結構ボール持ちますね。持ちますね、持てる選手です ね。そして深谷から藤田、その藤田からここはもう一回中央からホベルト、ここは水系が取りました。こういうボールを大事にしたいんですが、うおっとこれもファウルなしですね。そうですね、かなり激しくいっていますが、藤田横につないでエジミルソン、そして金塚が目の前にいますが、あ、耐えました。エジミルソン中に行きます。もう一回行った。攻撃ですね。そして最後はホベルトがつけます。苦しい時のホベルト、あっとここもかわされた。どうする。もう一回行った。高松シュートになった。シュートまで行ってますね、はい、高松もやっぱり強いですね、で最後のカードもピッチャーですね。これ根本ですね、根本が行きます。根本を下げました。まあ、根本はもともとこの中盤左サイドの大石なんですが、もうかなり攻撃的な布陣ということになります、はい、これで大分はアウトになったのが上本、はい、梅崎、そうですね、あともう一枚が、今でも藤田残ってましたね。残ってましたからね、はい、鈴木慎吾、いやー、おーっとシュートです。あと何分ですか。5分ちょいですね、今手元は40分、はい、ロスタイムも含めてね、6、7分ってとこでしょうね、はい、ここはまたキーパーに戻りますが、もうほとんどボールは今ポジションは当然ですが大分になっています。かなり耐えていますレッズ。カウンターを考えて岡野も使ってくるでしょうけど、あと 2枚もう行きたい、1人ずつ使いたいですね、時間も考えて。
これ山崎を下げたんですが、山崎ですか、はい、山崎ですね、はい、で1枚もらってますから、もう1枚もらったらもういなくなるわけですから、それの危険性を考えてね、はい、藤田はいて山崎はアウトでしたね。深谷、そしてここに根本です。左足のスペシャリスト、面白くなった。深谷の頭シュート。上野さん、浦和レッズはさらに岡野選手を投入します。ポンテ選手と交代します。一番きつい時ですよ、レッズは。一番きつい時の岡野の走りがまた ね、相手に走る脅威になります。だから単独で行ってシュートまで行けるものはそれでもいいですし、はい、あるいはコーナー付近で時間を使うのも OK なんでね、これでももう大分は森重だけなんですよね、後ろね、はい、みんな上がるという状況になっています。その森重から左、根本で金崎は前にいます。まさに猛攻撃を今、はい、ですよね、取りに出しかけてますよ。金崎も5月の7日にプロ A 契約を結んでいます。まあ、規定的にはプレーはもう450分という時間なんですが、まあ、それをクリアしてのプレーです。さあ水形態に来ました。ポンテが中にいます。ワシントン手を挙げた、まあ、誰か来るまでキープでしょう、はい、あーっとこれも根本、鈴木慎吾、そして深谷、ただ松橋、高松というツートップが非常に多いんですね、これからね、コンビ的に非常にいいことになります、はい、阿部、こういうボールを大事にしていきたいと、まあ、OK というポイントのサインも出たんですが、はい、まあ、落ち着くことですね、今ね、あともう2分ですね、そうです。ですからおそらくロスタイム含めて5分ぐらいだと思うんですが、はい、ただボールがデッドにならない限り奥から入れないんでね、これが勝負のあやなんですよ、ここが松橋です。おあと高松狙うシュート、あーよくトゥーリー来ましたね。そして根本、根本からクロス、いいクロスがある、おーっとまだある、藤田から、ここは空振り、うわー、ギリギリですよ、波状攻撃です。そしてようやく止まりました。いやー、今は本当にギリギリのプレーで、トリニタはギリギリで入らなかったし、はい、レッツはギリギリで防いだというね、ようやくポンテが下がって岡野が入っていきます。でこれもはっきりしましたからね、守り逃げで、そうですね、それと岡野を使って、はい、まあ、苦しい時に1本出すと岡野が追いついてくれるわけですが、はい、まあ、そういった意味では非常に楽になります。44分もまもなく30秒になりますが、ただ後半の状況を見ていると3分ぐらいの、はい、ロストワシントン、ワシントン、ワシントン、あーっと打てる、あー、クロスファンナイ、ロスタイムは3分です。3分ぐらいの出るでしょうね、ロスタイム3分です。今日の駒場スタジアムは 18,511 人が入りました。さあここはエジミルソンから、おっと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 、ここもクリア、内田、今手元の時計で45分になろうとしています。今45分を回りました。もうしのぐ3分ですね、ご覧のように手立てはないです、はい、約3分です、約3分です。2対1、レッズが1点をリードしています。オージェ監督も非常に苦しそうですね、いやこれね、今日勝ち点3で逃げ切るのと1位になってしまうのと違いますから、ですよね、はい、まあ、1本出すんですが、これはなかなかボールは取れません。岡野のプレッシャーをかけます。こういうのは非常に大きいんですか、大きいですね、はい、プレッシングに行ってくれるから相手がミスしますので、ね、そしてそのミスを取って長井、長井持っていきます。長井から岡野、いいところでした。岡野、シモカーです。早く戻れ、そう、戻るって言ってるんですよ、そうですよ、3枚が残るというのは、今の状況では厳しいですから、この中は空いてしまいます。そしてボールを持ってこれからエジムソンが入っていきますが、見え出して金崎、金崎、金崎から後ろは藤田、さあボールまた松橋が行った。そしてクロスを上げますが、ここはトゥーリュ、根本、根元から1本出る、高松が行く、と続きです。
もうキープでいいと思うんですけどね、はい、コーナーへ行きたいですね、うん、バシンとでここはあスオインバーオンバーというオジェク監督もえっという表情を見せます。今日はオジェク監督をエキサイトしてますね、まあ、それくらいに大事な勝ち点なんですよ、はい、そうですよね、はい、耐えて耐えてこの連戦を戦ってきて、そして負け出してきてるわけです。で今日も気持ちがやっぱり勝ちたいということなんですが、藤田金崎上げる、ネネがいる、もう一回金崎行くのここはおお、面白いですね、面白いですか、ね、いや、 やらない方がいいですよ、そうでしょうね、ここは続きやっていますが、いるのは平川ですか。かなり強く当たられました。そのまま正面に来ましたから、肩が入ってましたね、47分が過ぎています。もうあと残り1分ぐらいなんですよね、多少シャムの時計止めたとしても、はい、あの今ですからシャムスカがね、中に時計を止めろって言ってるんですよね、ラスト1分だと思います、はい、2対1です。逃げ切るかという列ですが、富野さん、辻から、はい、レッツなんですけど、富野内選手が今度は準備をしています、はい、長い根本取った、岡野が行く、これが強いんですよね、岡野もうでファールを取るんですよ ね、これでもう最後キープ入れますから、はい、ですよね、これ十分ですよね、岡野です。そしてここはオデク監督が堀之内を、はい、時間も考えてのことなんですけど、ね、ただうまくキープすれば堀之内が出る前にホイッスル、はい、そうなんですよね、ファイナルホイッスルということも考えられますよね、だから今下げてもいいということで下がりますよね。ちょっと待っています。でクロスが行ってワシントン、どうだ、打てるか打てるか打てないか、いや、無理しない方がいいんですけどね。そして持ち構えないと、このボールを大事にしたいですね。そして笛が鳴りました。小さなガッツポーズはオジェク監督、レッツが勝ちました。いや苦しい苦しいゲームです。いやイングレスコーチと今抱き合っていますが、いや苦しかったですよね。苦しかったと思います、選手たちに言っても体が動かない部分もあるのでね、本当そうなんですよね。それをもう見てる我々もね、ひしひしと感じましたよ。いや長かったですから連戦が、まあ、これでひとまず終始ということで、しかも負けなしで終わった、いやいや今日は勝ったということですからね。最高の結果でね、休みにちょっと入れるんじゃないですか。ですよね、いやでもなんかオジェク監督が他の息を吐いたシーンが、もうあれが全てでしたね、本当に、そんな気がしました。まあ、ワシントンが今日2得点です。まあ、1点は返されましたが、まあ、そういった意味では、まあ、本当こう連戦をいいプラス点は終わったということになります、はい。まあ、今日勝ってこれでまた勝ち点が3プラスということになりました。まあ、じわじわとガンバが迫ってくるんですが、また引き離したというレッズです。結局2対1で浦和レッズが勝っています。放送席、そしてレッツサポーターの皆さん、今日素晴らしいゴールで勝利に貢献してくださいましたバシントン選手に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。広島戦ぶり、リーグは3試合ぶりのゴールです。ゴールの感触を教えてください。最初聞こえなかったです。Desde o jogo contra o Hiroshima vem fazer gol, né? É verdade, eu tava precisando, tava jogando bem, mas tava faltando um gol, né? É sempre importante para um atacante fazer gols.E com o apoio da torcida, tive a felicidade de marcar os gols e ajudar o time a vencer. そうですね。調子は良かったんですけども、点は取れなかったんですよね。まあ、今日はね、点も取れたし、もうサポーターもね、応援してくれてるので、気持ちよく、点取れて良かったと思います。その気持ち良かったゴール、1点ずつ振り返りたいんですが、まず4分のゴールは永井選手からのゴールを、素晴らしいゴールとなりました。Primeiro gol, né? Quatro minutos, um passe do Nagai. Como é que foi? Foi a jogada que a gente está conversando, né? O Nagai teve a oportunidade de hoje jogar pela lateral, né?E sabe que ele cruza muito bem e a gente conversou. Pode cruzar que eu vou estar lá para fazer. E ele cruzou muito bem e consegui fazer o gol. A Chai não mais, cara, né? Eu com uma Nagai to Hanashi, este, mas está seguro, né? É saído para deter. Mas senta ali, mais no de. Uma chance que areba, naka ni irete, boku wa mo, tentou ryo, という Hanashi da tanis, que não manda してくれて, torete, よかったです. そして68分、苦しい時間帯を救ってくれたあのゴールを. Segundo gol, numa hora aí que a gente estava meio apertado no jogo.
Justamente, um jogo difícil. O Oita complicou bastante nós. E tive a felicidade. Eu acho que ser travante é isso. Quando o time precisa, a gente tem que estar ali para ajudar. まあやっぱりね苦しいあの時期あの時間帯だったんですけどもその時にね点入れてよかったと思います。まあやっぱりセンターフォードとしてはねその時にはやっぱりあのその時からこそこうあのセンターフォードですからもしっかり止めあの取れてよかったと思います。その2点目のゴールの後ご家族に向かって多分カタリーナちゃんに向かってだと思うんですが小さくゆりかごをしていました。Depois do gol também, a Catarina sabe que a Catarina está aí no jogo. É verdade. Primeiro jogo dela, né? Primeiro jogo que ela está assistindo aí, o jogo do Reds. Tive a felicidade de fazer um gol para ela aí. Acho que está trazendo sorte para mim e para a equipe do Reds. Primeiro, né? Catarina が試合見て、よかったと思いますし、まあ、運がね、ここに来て、運も強くなって、点取れてよかったと思います。それでは最後に今日も一緒に戦ってくれたサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。Acho que foi importante essa vitória, o apoio da torcida. Continue com a gente que nós vamos lutar pelo título. Mas, やっぱりね、サポーターも大切だと思いますし、そのままね、また応援してくれれば、タイトルに向かって頑張っていきたいと思います。ワシントン選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。まあ、今日のヒーローはワシントン2得点です。まあ、見事に勝ちました。